全然見えない。すごい速さ。こっちのポイントです。今日は上の川。こちら上の川町体育センターで何やら国体の競技の練習が行われているということなので、早速中へ行ってみましょう。レッツゴー。それでは早速競技の説明に行きたいんですが、やっぱり初めて見るものが多すぎるので、ちょっと道具、使う道具の説明からお願いします。まずつけてるこの、まあ、ヘルメットみたいなもの、これがフェンシングでいうとマスクっていうもので、まあ、簡単に言うと顔を守るもの。こちらが、まあ、特殊な素材でできてて、剣をこう貫通しないものになっています。分厚い。え、なんか多分私が持ってるどの冬服より分厚いかもしれない。硬、ね、はい、い素材ですね、はい、ここを突かれると相手に剣が入る。逆に言うと相手のこの銀色の部分を突くと自分の得点になるっていう有効面と呼ばれる場所になります。でよく見ていただくと剣の先っぽがこうボタンになってるんですよ。相手の有効面を突くと色のランプが光ります。入選剣をこう持っている方がランプを突くとそちらの点数になる。今のも両方点、あ、ランプ光ったんですけど、はい、こちらの方が先に攻撃を仕掛けているので、仕掛けている側の点数になります。攻撃が先仕掛けたか仕掛けてないかは何で分かったんですか？は、まあ、ここがちょっと難しいところなんですけど、こう足の動きだとか剣のこう運び方、今こちらが攻めているのでこちらが優先権です。あ、なるほど。あ、だから真ん中のラインから。そうです。前後に動くは、優先権の取り合いですね。点を取るために。実際私も体験してみたいんですが、はい、できるものですか？そうですね、できます。じゃあちょっと早速やらせてもらいましょう。いや、すごい、もう重たくて、なんかもうこの剣も結構しっかりとしてる感じなんですけど。そうですね、はい、最初は重さを感じるかもしれないです。じゃあすいません、はい、この視界の悪い中どうぞよろしくお願いします。はい、プレアレって合図を出すので、アレと呼ばれたら動き始めてください。わかりました、はい、アレでスタートします。アレでスタートです。はい、はい、プレアレ。怖い。全然届かない。もっともっと行っちゃってください。前に前に、もうちょっと。全然届かない。あ、痛かった、痛かった、ごめんね。痛くないの？逆だ。今私は、はい、来ましたのでこっちのポイントです。ちょっと次は私のことも攻撃してもらっていいですか？なんで？なんで今の何これ？そうですね、今のは相手の剣を避けるモーションになりますね。全然見えない。すごい速さ。攻撃の線。はい、プレー、あれ。無理だと思う。栃木国体っていうのはやっぱり地元開催なんで、栃木の今まで教えてもらった方々、先生方に恩返ししたいっていう気持ちが強いので、他の国体よりもさらにこう思い入れが、意気込みが強い大会になっております、まあ、やってる本人たちの楽しさっていうのはやっぱり相手との駆け引きがすごい重要な、フェンシングはそういう競技になってまして、で見てる人からしたらやはり速い動きと、あとは剣のこう攻防を楽しんでいただけたらなと思います。